どうも、令和ロマンの松井煙です。ちょっと今日はですね、車くんのお家に呼ばれたんですけども、上がっといてとは言われたんですけど、ちょっと車くんがいなくてですね、ちょっとどういうことなのかわからないですけど、とりあえず今車くんの家に座って。ごめんなさい、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 
ようこそ。ようこそじゃない。ようこそじゃないの。ようこそだね。チンする。うん。バスローブ何周かしないとその色買わないでしょ。これを2代目よ。チンチンおかしいって。青。まず白買うから。白いらん。白いらんじゃん。白汚れ目のやつ。どうしたの？どうしたのあんた？お風呂入ってた。お風呂入ってた。お風呂入ってたからいなかったのか。そうだね。あ、そうだったのか。うん。びしょびしょじゃない。ちょっとごめん、動画撮ってる場合じゃないかも。どうなんですか。今すごい肌から水分逃げてる。えぐい。あなたやっぱ美容ちょっと。えぐいです。こだわりあるから。ええ。こだわりとかなくて、普通最低限。そういうこだわりあるから、こだわりあるからその最低のラインがあるでしょ。あの人間たち最低限。そんなことない、そんなことない。やばいやばいやばい。何もしないやつ。逃げちゃう。逃走中始まってる。水分の逃走中始まってるよ。お前がハンターな。やばいよ。お前がハンターってこと。体の内側からハンターがどんどんできるよ。体の内側からハンターがどんどん放出されてる。されてないよ。やめて。スイッチ押さなかったら。ちょっと放出しないとやばいわ。ちょっと待ってね。いろいろ聞きたいことあるけどな。待ってね。まずバスローブ派なんだとか普通に聞きたいけどな。あれ。ごめん。いや、にわかだから。本当ににわかだからさ。チョッパーぐらい持ってるやん。チョッパーぐらいちっちゃいビーパーから。一列に並べ。お前ら。それわかんない。はい。多いわ。これクリニックの2番。じゃ早いっけ。急に商品紹介みたいな。これクリニックの2番。クリニック1番買えよ。知らんけど。何クリニック。1番はアルコール入ってないじゃん。違う、1、2、3でセットで使うとかそういうのじゃないの。バカ、まあ一番はアルコール入ってないだろう。普通にバカって言われてるけど、俺バカバカって言われてるけど、お前みたいなやつをバカって言葉強いな。おねえ口調にしては言葉が強い人。嫌ですね。キドルのことコットンに染み込ませて、軽くコットンもやるね、コットンに染み込ませます、まあ、ちょっとコットン持ってんだ。コットンなんか持ってないもん。最低限って何？何をすごいこと言ってない私。何？うん。男として普通。なんで女みたいに喋る？男として普通なら、なんで女みたいに？男として普通だよ。鳥って何？わかんない。こうやってやんの。こうやって染み込ませて。結構入れるね。こうやってやんじゃん。うん。でちょっと出しすぎたけど。ああそう。これをこうやって。うん。こうやってこう。で、こう。うん、まあなんか。化粧水ってこと？拭き取り。それがわかんないんだよな。ベンジンとか塗ってんの？拭き取りって。要はなんかこの洗顔とかだけじゃ落としきれないみたいなものもあるし、老廃物とかも溜まってるから、それを拭き取るの。顔洗ったでしょ。いや、あのね、一回に落ちてない。一回に落ちてない。一回も落ちてない。汚れは一回も落ちてない。意味ない。じゃあすんな。じゃあ拭き取りだけしてろ。私の顔は防水。オーダーブルフ。いやでも本当になんかこれはまあ女の人もすごい使ってるんだけど、これね、うん、うん、で、あの男こそ使った方がいいと。結構それはこの、そんな言うわ。なんか、うん、なんかこの拭き取りとか余計なの取るから、はい、そう。でもすごい結構スースーするのね。使う、うん、嫌だよ。それは関係なく、お前が使ったやつは嫌だけど、うん、そうスースーする。スースーっていうかアルコール入ってて、まあ、その要はこの一回ちょっとね、この本当に余計なの落としてくれた、ここにこう汚れとかついてるのよ、やっぱなんだかんだ。へ、この男の油ってさ、こう固まってるから、うん、あ、そうなん。でもここら辺耳の後ろとか、これ首のさ、こういっぺんにやっちゃうんだけど、はい。で、これがこれ見てる人多分ね、もう爆笑してると思う、正直。なんで？まだ気づいてないでしょ、このお笑いポイント。いや、気づいてない。いや、誰がこのサイズの買うんだよ。知らん。
知らん知らん。ですよね。爆笑してんだ。爆笑してこれ。わかんない。でかすぎ。いや、そもっとちっちゃい先生か。あ、そうなんだ。うん。なんでそれでっかいの買ったの。男だから。そうか。それはそう。こういうとこ男。それはそうだよね。バカよね。バカ、いや、なんかまとめて買ったとか安いかさ。うん。買っちゃうんで。いや、見てる人がどのくらいこれのこととか知ってるのかも。でもこれ超有名よ。女の人からしたらもう超有名。超有名。だってなんかランキングとか1位で全然俺もこれ。なんと人から聞いて使ってて、じゃ西田も使ってるからと。ラランドの？ラランド西田と言います。何も落ちてねえじゃないかいつ。俺はめっちゃ綺麗になってる。西田これでめっちゃ綺麗になってる。これでめっちゃ綺麗になってる西田。あ、そうなの。そういう人もいる。だから人によるけどね。あ、そうなんだ。うん。そう。で、これあるあるは今さっきもあと、もう一個爆笑ポイント見直してるよ。いや、わかんない。いや、これ確かにめっちゃ出ちゃうけど。じゃあそれ爆笑ポイントだ。爆笑ポイント。あるある。あるある。あるある。すげえでかいね。でかいな。口。でかいな、口が。みんな試行錯誤してるから、プッシュ式のなんか詰め替えとか。あ、詰め替えしてみたいにしようかとか。公式は推奨しなくていい。あ、そうなんだ。なんかダメな気がするとか。やっぱアルコール入ってるから。そうか、そうか、揮発しなくないじゃん。ふたちゃんとしないと。そうとか、出るっていうやつ。拭き取りをね。それをまず最初に。やばい、喋ってるね。どんどん乾いてる。やばい。バカ。だってお前。わかんない。お前のバカのせいだよ。俺の中のバカのせいなんだ。うん、で、ここからマジで普通ボンジ。いや、俺わからん本当に。ボンアイテム。わからん。これは伊原さんの薬用ローションです。薬用ローション。はい。だからこの1番バッターは結構もう固定されてるんだけど、2番が固定できてない。ベイスターズと同じくらいだね。知らん知らん。まだお前の中の正解が見つかってない。正直に。だからもっといいやつあるんだけど、これこの伊原っていうのはもう本当にもう何にも荒れません。万人に優しいやつ。なるほどね。特徴っていうよりはもう本当にかくもう優しさ。まあこれつけてたらその大きな間違いはない。そうそう、大きな。だからこれつけて荒れるってことはないよね。全然ドラッグストアとかも買えますし、でこれをこうやってこうやって。うわ、女でしか見ない動きじゃん。女でしか見ない。今もう普通だから本当に。薬用ローション。薬用ローション。エロ用ローションと薬用ローションがあって。まだ薬用ローションってこと？エロ用ローションこっち、薬用ローションこっち。私は薬用か。ごめんねじゃないんだよ。おめえギャグ。エロとはほど遠いバカ野郎じゃん。すごいな、おめえ語録。まあね、でもこれもなんか知ったようなことはやってますよ、このグッとね。この仕込みと軽くね。こうペチペチ叩いちゃいけないとかね。さっきの、これ化粧水じゃない？これ化粧水です。薬用ローション？化粧水？これ化粧水です。だから拭き取り化粧水で拭き取った後に化粧水塗るんです。うん、本当か？両方化粧水なんだ。じゃあこれは拭き取り専用なの。本当わかんない。これせずにこれやるのはダメなの？え、別にいいんだよ。それにだから普通の基本のステップはこう化粧水があって、うん、乳液があって、うん、まあ洗顔のところの2ステップじゃん普通は。でそれにクリームだったりいろんな、まあまあそこから言う、そこから説明する、ちょっと、まあ、むず、今物がないからだけど、うん、洗顔があって化粧水があって乳液があるの、ね、うん、でその後に美容液塗る人もいます、うん、で美容液とかクリーム塗る人もいます、うんうん、ってなってて、俺はもう先に説明すると、じゃあ俺はここに洗顔の後に前に拭き取り化粧水っていうのをプラスします、うん、で、化粧水を入れます、で乳液入れます、うん、でその後に目元が俺すごく気になるから気にすんな、目元の、ね、悪い目元じゃない、シワがすごく気になるから、そんな悪い目元じゃないよ。これはもうアイクリーム、アイクリーム、これはもう急にバカ強、ここ最近買ったのいいやつ、バカ強。なるほどね、はい、でで、全体の保湿で前からお世話になってるこのバイオイル、うん、したやん、保湿多分多分したしてない、できてない、まあ、これ4つやってんの、5つやってんの、5つやってる、ちょちょ、もうこれ聞いてないって、そこまでにこんなに塗ったらこれ聞いてないよ、もったいないよこれ、違うのよ、近くないよ、意味わかんない、なんか本当に俺もね、なんかね、うん、昔はもう勘違いしたんだけど、うん、これでさ、化粧水でびしゃびしゃにするとさ、うん、なんか濡れるじゃん、もちろん、でもそれ濡れてるだけなんだよね、その保湿してないんだよね、なんかすごい暴論よ、怒んないでね、うん、化粧水にこういうの、うん、これ濡らしてるだけなんだよ、ね、じゃあやめろや、でもここいらねえ、でもさ、なんか なんつうの、そのさ、このコットンさ、この最初の布だったけど、うん、濡らすじゃん、うん、でこのままだとさ、うん、何時間かしたらもうパリパリになるでしょ、うんうんうん、そのでもサランラップとかでぐるぐる巻きにしたらならないでしょ、うん、でっていう作業なの、単純にこれとこれは、あ、水分与えてるだけとか、そう、与えて、与えた上でキープするものをしないと、なるほどね、乾燥しちゃうじゃん、そうなんだ、っていう、だからもう本当にシンプルな話、へぇ、お届けした、わかんないな、で、だから化粧水があって、その乳液ね、まあ乳液も本当ミノンのね、ミノン、あのみんな好き、これもアレナ、イハラとミノンはもう、うん、アレナ二大巨頭、これでちょっとお気に入った選択ってこと？そうね、だからなんかこれは一回なんか
いいから考えの。お金かけなくていいからっていう感じ。乳液がまず、あ、ごめん、もうこの化粧水からどういう効果があるの？化粧水はだから水分与えてるってこと？そう、お肌に水分を拭き取って、一回きれいにしてから、うん、その中に水分が染み込ませます。それを乳液でちょっとこの乳液は何をしてるなんかね、乳液がね、何してるかね、本当に人による。ちょっと乳液によるんだよ。人にはよらねえよ。乳液によるんだよ。いやだから、ね、これも保湿なのよ。だ単純に言うとこれで保湿なので、はいはい、だからこれで OK な人もいるのね。これでちょっとその水分キープしてるという。そう、もっと言うとなんかここまでで OK な人もいるのね。なんだよそれ。でもそれは必死濡らしただけだろこいつらは。でもなんか西田は乳液やめて肌きれいになったんだけど。西田は乳液をしてたんだ。乳液もやめた。しててやめたんだ、うん、でもそういう人もいるの。だから男だとなんかこう油とかが多いから、うん、乳液の代わりになってるよ、要は蓋できてるよみたいな人もいるの、はいはい、あ、そういうことね。そうそう、だからこうつけ出す人もいるんだけど、まあ俺はこう普通に乳液着て、うん、保湿しますみたいな。保湿するんだ。で俺結構乾燥肌だったの、意外と。なんか違う。お前の意外なんか知らん。で、お前の普通を知らん。これです、今もう最高のお気に入り。何ですか？バイタルパーフェクションアップリフティングアイクリーム。詐欺だよ。詐欺のはカタカナの量だ。資生堂だから。じゃあ違うか。資生堂。資生堂なら違うか。資生堂のね、これは高い。何？これアイクリームなんだけど。アイクリームって何？あ、もう目元専用のクリーム。クリームって何？クリーム？クリームはなんかクリームパンとか食べたことあるかも。同じことでいいの？クリームパンの濡れるやつ、濡れるクリームパン、食べるラー油みたいなもの。濡れるクリームパン。嬉しくねえけど。そういうこと。これもうちょっと。ちょっとだね。日本代表？日本代表？あれがアイブラッシュだよ。アイブラッシュって。アイブラッシュじゃねえよ。やってねえよ。目の下に塗るんだ。そうそうそう、本当はもっとね、ちゃんとこう軽めて塗るけど、はい、塗ったらどうなの？蘇る。いいやつなんでしょこれ。本当はこれそう、いいやつよ。8800円ぐらい。高っ。だからこれだけね、これだけ高っ。ここそんなしない、なんか3、4000円とか高っ。マジでこれだけ高い。後輩と飯行けるじゃん。後輩と飯も行くし、これも買う。ああ、じゃあ倍だ、うん、倍だ、うん。そう、これはだからエイジングケアのラインなんだけど、そのもっと、そう上のね、年代の方のやつ、はい、シワとかのやつで、うん、俺結構ね、もうやっと分かったの、うん、ずっと目の下のクマが、うん、クマみたいなの気になったんだけど、うん、クマじゃなかったの、そのシワだったの、たるみだったの。たるみか、うんうん、で、原因考えたら俺めっちゃ目描くから、めっちゃ目描いてたのよ。こうやって俺、ガシガシ描いてたの、うん、それ本当にダメだったし。ああ、そうなんだ。最近知ってさ。じゃああなたは普通にあの年老いてたんだ。そう、老いてたの。老いてたんだ。だから寝てんのになんか大丈夫とか言われると多かった、うんうん、クマっぽいから、はいはいはい、ここにあるのが写真とか撮るとすごいから、うん、それをだから改善してくれる。そうだから、でしかもでいいクリームさ買ってさ塗っとけばさ、うん、触んないじゃん、うん、もったいない。ああ、もったいないからね。もったいねっていう戦法。本当に高いもんね、それ。これ高い、これ高い、本当に。え、それなんか効果あった？やっぱり。いやでもね、まだね、使い始めなかった。あ、そうか、そうだ。ターンオーバーって28日かかったから。ターンオーバーとか言うの？ 28 日かかるから、28日待って。モンキーターン。28日待って、ターンオーバー。モンキーターンの話してる。で、最後が、あの、こちらですね。これもお世話になった。なんだ？これバイオイル。これなんだっけ？化粧水みたいな。いや、なんか、ジャンル。これはオイル。オイル、うん、本当だから、ここでクリームとか美容液とかもあるけど、うん、俺はもうオイルにしてます。一旦ね、これはもう暫定です。正解とかじゃないですよ。お前それオイルで言ってる。これバイオイルって言って、うん、まあなんかね、本当に全部を閉じ込めてくれるみたいな。さっき言ってラップみたいな。マフーバ。マフーバ。マフーバ。その本当ちょっとでいいんだけど、うん、これ伸ばして。いやなんかそのここまでのやつと混ざってない。なんか気になるんだけど。えなんか結構間開けてるよ今だからその。あのそれよく言われるのが化粧水でびしょびしょの状態の時に乳液塗ってもダメみたいな。ちょっと落ち着くまで待つ。そんな今たまたま喋ってたからそのまま自然に待ってた。でもちょっとじゃん。これで全然違うんだ。え、でもなんか、なんだろう、うん、もうびしょびしょじゃない状態というか。へー、うん、感じしてる。バイオイルはすごいもうあのお肌柔らかくする効果がね、あの、ね、あとニキビ跡とかも治りやすくなるから、うん、これはもう使ってるね。だからドラッグストアで全然。あ、そうなんだ。ドラストで。ドラッグストアでいい。ドラストで売ってる。ドラストそれそれって、うん、いやいやいや、うん、誰がこのサイズ買うんだよって。知らない普通に見えるけどな。バカでかいよ。バカでかいよ。ほんとみんなこれなしか持ってない。へー、こんなもんみんな使ってる。あ、そうなんだ、うん、
俺は男だから。そういうとこはね。でっかい方がいい。そういうとこは。縦長の方がいいよね。気持ちいいもんね。いつ頃からそんなの気遣いしたんですか。でも本当にでも高校ぐらいの時からもう肌が荒れまくっちゃって、ラグビーでね。ラグビーでニキビができるじゃない。ヘッドギアしてるから。ヘッドギアしてニキビができるじゃない。でそのできたニキビをスクラムって言って僕、本当に大きいやつ大きいやつのお尻の間にこう挟んで潰してたんですよ、全部ここに。気持ち悪い。普通に気持ち悪かった。びっくりした。しょうがない、ね。気持ち悪い話だった。これしょうがないじゃん。まあしょうがない。スポーツだから。でもみんなここもうボコボコになっちゃって、もうやばかったの、ブツブツまで。今ぶっちゃって、ずーっとやってた、少しずつ。へぇ。いっぱい騙されたりしたよ。悪いやつに。なんか騙されたりっていうより、そのなんか男性用のさ、化粧品とかさ、あんじゃん。おお、面白い。なんか爽快感のあるようなやつとかさ。ああ、なるほどね。ああいうので、いい人もずっとそういうので、だってやってきたでしょ、今まで。そういうの習ってきたでしょ。炭とか習ってるでしょ。炭みたいな。だからあれで、だから、あんた肌強いから、やっていけないだけ。俺はその、向いてなかったから、いろいろ試行錯誤してね。なるほどね。ニキビ専用のなんかやつとかやってみたりとか。いろいろ経て、今、その、肌もまあ落ち着いて。やっと普通のこの洗顔をするスタートラインに立てたかなって今やったじゃない一通りのこと、このまま寝るの寝るよ寝てで朝起きてどうすんの朝起きたら朝は朝のただいやこれ落としはしないのかこれはだからということ落とすって何かあ、まあ、朝の洗顔で落ちるってことかうん、落ちるとかじゃないのかこれって染み込んでいくもんなんかそう染み込ませて落としちゃいけないからねこれいい成分だからまあ簡単に言うとこれは太ってるけど、だから日常の中でこう内側から出てくるものとか外側からのホコリとかゴミとか、そういうのを落としていいもので埋めるって状態いいもので埋めていくもんねなんか売られてる気がするなそうあそうなんか、使いかけこれ今5本セットで1万円でなんかこれが8800円だから多分安いんですけど元取れたでしょ元取れたんですけど衝撃の僕は大丈夫ですけどね僕は大丈夫ですけど本当ですこんな感じなんですねあなたうんこういう感じだね、じゃあ動画撮影いこうかチャンネル登録お願いしますチャンネル登録お願いしますチャンネル登録お願いします